ね、足元、足首から下はまっすぐのまんま、はい、溝落ちから膝を内に絞ります。内線。そうそうそう。で絞っているところを手で順番に教えてあげます。でどんどん往復させます、うん、その時ちょっと顎を上げて水落ち上げてください。そう、大腰筋が水落ちからあるっていうのを内旋させることで、それで触れてあげることでどんどん体に教え込みます。で今度外にひねりましょう。足首から下はまっすぐのまんまひねることで体のロックを外してきます。下も、そうです、そうです。でまた内旋させましょう。ぎゅっとひねりますね。溝落ちからひねってる意識。溝落ちから一本の足があって、そこをひねってるように体に教え込みます。で今度外にひねりましょう。ぐっと膝を外旋させます。で溝落ちを上げて顎を上げます。そう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 。では内旋です。でそう、後ろからぐっと持っていきましょう。そしたら今度外旋させます。はい、OK です。